あ、先生、どうかしたんですかあ、いえ、とっても困ってるように見られましたので。私でよかったら、力になりましょうか。 ほら、学級委員ですし、彼ともっと交流を深めたいなぁと思いまして、生徒同士の方が何かと話しやすいかなと。<laughs> そうですね。 はい、喜んで。ええ、さよなら。行こうか。おっとっと。軽く押しただけで。 よろよろしちゃダメじゃん。言ったよ、力になろうかって。でも、それは、学級委員としての先生の前での建前的な そんな感じ。いいところで君に出くわしたんだもん。先生に感謝しないとね。さあ、今日は何されたい宿題をさせるのはもう日課になってきたからな。 じゃあ、今日は、じゃあ、明日のお昼ごはんの買い出しの練習はそう。体力がない君を、私が鍛えさせてあげるんだよ。 いい話でしょう。今から私の大好きなパンを君に買ってきてもらおうかなと思って。どうせ明日から毎日頼もうと思ってたし、ちょうどいいよね。ああ、はい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 、うるさいうるさい。君に口出しする権利はないって言ったよね。 はい、お利口さん。で、この屋上から、一階にある購買部まで走って、大好きなあの人気のパンを買ってきて、また勢いよく階段を駆け上って、屋上までつけたらゴール。 その途中、歩いたり、立ち止まったり、絶対にしちゃダメだよ。そういうことしたら、私にはわかるんだからね。ズルしたら、ペナルティだから。 君みたいな軟弱な人間には、ハードル高すぎるかな <laughs> もし、制限時間内に、ここに戻ってこれたら、宿題は、私が、 することにしようかな。うん。いいよ。約束してあげる。ただし、制限時間内に戻れなかったら、罰として、ペナルティがもう一個加算される。 こういうリスキーなゲームって楽しいよね。どうやるのやらないの君が勝てば、一個、苦しみから救われるかなむしろ、最近だと苦しみじゃなくなってきてたりして。 図星。君ってほん。とわかりやすいよね。どうしようかな。こんな甘っちょろいルールで。 君に簡単にペナルティ外されたら、私も面白くないんだよなあ、あそうだ。制限時間は3分にしよう。く <laughs> っ私が君に優しくすると思ったはは。<laughs> より過酷なルールをこなしてこそ、ゲームは楽しいってもんでしょ <laughs> <laughs> まあ、私は、君がクリアするはずないって思ってるから、こういう条件、設けたんだけど、クリアできるもんならやってみなよ。 南尺君。位置について、よーい。ドンははは。<laughs> 滑稽だね。所詮弱者は、強者に勝てないんだよ。はっはは。はははは。